ガブリロ・プリンツィプは、セルビアのテロリスト。ボスニア出身のボスニア系、セルビア人の民族主義者で、1914年6月28日に、サラエボで、オーストリア・ハンガリー帝国の皇位継承者、フラン、青年ボスニアの活動家、父ペータルト、母マリア1894年に、ボスニア・ヘルツェゴビナのセルビア人の王家、ペータルト・マリアの息子として生まれた。 兄弟は国見たが、そのうち六人が乳児期に病死している。そのような家庭環境を鑑みた、セルビア正教会主教の病弱な子が育つのに役立つだろうという提案により、大天使、ガブリエルの名前から、ガブリロと名付けられた。両親は、ムスリムの王子主の下で働く、貧農家庭で、父ペタルは、青年期には、オスマン帝国に対するヘルツェゴビナ放棄に加わった。 放勤後、ペータルの暮らしは、ますます貧しくなり、家族を養うために、村から、ダルマチアへ人々を運ぶ輸送業務に従事した。1903年、プリンイプは、父の反対を押し切る形で小学校に進学した。入学後のプリンイプは優秀な成績を挙げ、校長から、セルビア女児士を授与された。13歳の時、オーストリア・ハンガリー軍士官学校に入学させようと、 する、に、い,い、ジョバンに誘われ、サラエボに移り住む。しかし、友人に反対された、ジョバンは弟を士官学校に入学させることを諦め、代わりに、商業学校に入学させ、森林伐採工場で働いて得た収入で、弟の授業料を支払っていた。卒業後の1910年、プリンセプは故郷に戻りギムナジウムに進学する。また、 同年に、ボスニア・ヘルツェゴビナ総督暗殺未遂事件を起こし、処刑されたボグダン・ゼラジッチに強い影響を受け、大セルビア主義に傾倒するようになった。1911年、青年ボスニアのメンバー1911年、プリンツープは、セルビアの分離独立を目指す、革命組織、青年ボスニアに参加し、メンバーたちと秘密裏に会合を重ね、文学、倫理、政治について語り合った。 1912年には反オーストリアンガリー、テウクデモを目撃した学生の証言によると、プリンツープは教室を回り、学生たちをナックルダスターで脅して強制的にデモに参加させていたという。退学後、プリンツープはサラエボを離れ、ベオグラードに徒歩で向かった。記録によると、プリンツープはセルビア国境を越えた際にひざまずいて地面にキスしたという。 ベオグラードに到着したプリンツープは、黒手組のメンバーのボジスラフタンコシッチ少佐に、オスマン帝国へのゲリラ運動に参加したいと志願、したが、身長が基準に達していないとして拒否された。プリンツープは、失意のままサラエボに戻り、弟の家で数ヶ月間過ごした。その後、プリンツープは、反オスマン組織セルビア革命組織メンバーの追加、ラファエロビッチと接触し、 青年セルビアのメンバー15人と共にブラニエの訓練所に派遣される。プリンツープは訓練所で暗殺や爆弾製造の訓練を受けた後、ベオグラードに戻った。サラエボ事件を描いた新聞のし絵、フランツ・フェルディナントの血染めの軍服ボスニア・ヘルゼゴビナは、セルビア政教のセルビア人、ムスリムのボシュニ人、カトリックのクロアチア人住居地域が入り混じり、もともと、 オスマン帝国領であったが、1878年のベルリン会議の決定に基づく、オーストリア・ハンガリー帝国の占領の後、1908年には、正式に併合される。当時、バルカンでは、ロシア帝国を後ろ盾サラエボ事件の現場プリンセプが使用したとされる、M1910 逮捕されたプリンセプ・サラエボは、共同統治国ボスニア・ヘルツェゴビナの主婦であり、 オーストリア帝国から派遣された総督が駐在していた。1914年6月に同地で軍事演習が行われることになり、オーストリア皇帝、フランツヨーゼフ一世議の後継者で、フランツフェルディナントが、非、ゾフィー・ホテクと共に、視察のためサライボを訪問した。大セルビア主義を掲げて、セルビア軍将校ドラグティン・デミトリエヴィッチにより、組織化された黒手組は、 フランツ・フェルディナントの暗殺を計画し、プリンセプも計画に加わった。黒手組は1911年にフランツ・ヨーゼフ一世への暗殺を計画したが、失敗している。1914年6月28日午前10時、フランツ・フェルディナント夫妻を乗せた列車がサラエボに到着した。フランツ・フェルディナント夫妻はセルビア駅から自動車に乗り込み、サラエボに向かった。 六台の車列の先頭には、サラエボ市長、フェヒムチュルチヒト、警察長官、エドムント・ゲラーデが乗り込み、夫妻は二列目の車に、ボスニア・ヘルツェゴビナ総督、オスカル・ポティオレクト・フランツフォン・ハラッハ・中佐とと共に乗り込んでいた。また、市民と触れ合うために、車の屋根は折りたたまれていた。黒手組のメンバー七人はそれぞれ間隔を空けて、街道に待機し、車列が、 目の前を通過する際に襲撃する三段となっていた。ムハメド・メフメドバシッチが最初に車列と接触するが、彼は行動を起こさずに生還した。10時15分、中央警察署の前で待機していたネデリコ・チャブリノビッチが、フランツ・フェルディナント夫妻の乗った車に爆弾を投げつけたが、爆発まで10秒のタイムラグが生じ、4台目の車が通過した際に爆発し、 4代目の車に乗っていた、エリック・フォン・メディッツとアレクサンデル・ホン・ボース・バルハクシャクと、市民12人が負傷した。チャブリノビッチは服毒して、川に飛び込んだが、毒は不良品で効果がなく、川も水深10センチメートルしかなかったため、すぐに引きずり出され逮捕された。爆発音を聞いた車列はスピードを上げて、相得官邸に逃げ込み、プリンツプラ残り5人のメンバーは混乱する大勢の、 群衆に阻まれ暗殺を決行できなかった。総得官邸に逃げ込んだフランツ・フェルディナントは爆弾で負傷した市民を見舞うため病院に向かった。ポティオレクは市内中心部を酒迂回するルートを選んだが、運転手のレオポルト・ローチャにルートの変更を伝えるのを忘れてしまった。そのため、ローチャは道を間違えてフランツ・ヨーゼフ・通りに入ってしまい、カフェで食事をしていたプリンセプと遭遇した。 車は方向転換を行うが、プリンツープは FN ブローニング M1910 を取り出し車に近づき1.5メートルの距離から発砲した。プリンツープは一発目をゾフィーの腹部に、二発目をフランツフェルディナントの首に向けて発砲し、車は総督官邸に逃げ込んだが、夫妻は午前11時前に死亡した。1914年12月5日の黒手組の裁判。 テレジーンの刑務所独房でのプリンツプ暗殺に成功したプリンツプは生産を飲んで自殺を図るが、チャブリノビッチのものと同様に不良品だったため効果がなく拳銃自殺を試みようとするが、発砲前に群衆に取り押さえられた。プリンツプは裁判にかけられ、ハプスブルク家の方に基づき死刑を求刑されるが、犯行時20歳に達していなかったため死刑を免れ、 懲役20年の刑を宣告された。プリンツェプはテレージエンシュタット要塞刑務所に収監されるが、第一次世界大戦末期の劣悪な刑務所環境のため持病の結核が悪化し、サラエボ事件から3年10ヶ月後の1918年4月28日に獄中で病死した。プリンツェプは獄中で結核性脊椎症の悪化のために右腕を切断しており、 また、栄養失調も重なり死亡時には、体重が40キログラムしかなかった。死後、遺体は、民族主義者の聖地になることを避けるためサンメルコ墓地に、秘密林に埋葬された。しかし、埋葬に立ち会った、チェコ人兵士によって1920年に、セルビア人の永遠の英雄と書かれた、記念碑が、墓地に建てられている。サラエボ市内にあったガブリロプリンツープの足型。 ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争で破壊され減損しない。プリンツープが使用した拳銃は押収され、フランツ・フェルディナントの血染めの軍服と共に、大公の友人、アントン・プンティガム司教に引き渡された。拳銃と軍服は長い間教会に保管されていたが、2004年に、フランツ・フェルディナント夫妻が乗っていた車と共に、ウィーン軍事史博物館に対応され、常設展示されている。また、 フランツ・フェルディナントの首に命中した銃弾はチェコの博物館に保管されている。聖火は第一次世界大戦中に破壊されたが戦後にユーゴスラビア王国が再建して博物館として解放された。しかし1941年にユーゴスラビア王国はナチスドイツに占領され、聖火はサラエボがクロアチア独立国の一部となった際に再び破壊された。 その後、1944年に、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国によって、博物館として再建され、これとは別に、サラエボ市内にも、プリンセプを記念した博物館が建てられた。しかし、1990年代のユーゴスラビア紛争の際に、再び破壊され、以後は再建されていない。豊田城の著書によると、彼が立っていた位置には、彼の靴の跡が刻まれ、 その近くの建物の壁には彼の顔のレリーフが掘ってあり、その建物の中にはプリンシポフ記念館があると書かれているが、靴の跡はボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の際に破壊され、現在は記念碑だけがある。なお、この記念館のプレートは第二次世界大戦中に奪われてアドルフ・ヒトラーの誕生記念日の贈り物とされた。この散脱はヒトラーにとっては 第一次世界大戦の敗北とドイツ帝国主義へのセルビア人の抵抗への報復の意味合いがあったという。ベオグラードのプリンチプ像プリンチップが理想の国家に掲げていたユーゴスラビアは実現するも事件の結果がセルビア王国の滅亡と全世界を巻き込んだ戦乱につながったため必ずしも肯定的な評価とはなっておらずプリンチップの評価は賛否が分かれる。 ボスニア・ヘルツェゴビナでも、プリンツープをテロリストとみなす意見と、英雄とみなす意見の両方が存在する。2014年4月21日に、エミール・クストリッツァとマティア・ベチコビッチが、プリンツープの銅像を建てることを発表した。サラエボ事件から100周年を迎える6月27日に、除幕式が行われ、会場では、拍手が巻き起こり、プリンツープの T シャツを着た。 見物人などが銅像を一目見ようと集まった。2015年6月28日には、ベオグラードに、プリンツプの像が建てられた。この像は、スルプスカ共和国大統領ミロラドとディックから、セルビア大統領トミスラブ・ニコリッチに贈呈されたものだった。ニコリッチは像を贈呈された際に、プリンツプは英雄であり、ヨーロッパにまたがる、暴君。 殺人者による奴隷支配からの解放の象徴であると声明を発表している。ありがとうございます。